はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。いやー、今8時なんだけど、こう、2時間まではいかないけど、1時間40分ぐらいはね、ずーっとインターネット見てて、もう目がしょぼしょぼ、寝不足だよ、ほんと。4時間寝たかなんか、おじいいつも最低でも6時間は寝てるからね。もう暑い時は6時間ぐらい、寒い時になると8時間寝てるからね。寝ないとダメな人なんで、昔から。本当、もう若い時は若い時は別として、おじい寝るからね、本当。もう皆さんより人生短いんだよ、本当。それでね、今2時間近くずーっと見てたんだけど、やっぱりね、おかしいけど、みんなが言ってることが本当だったら、極悪、ポポ 2.0 は極悪、フック専用プランだろうって感じで、本当ね、フック専用なんだよ。で、これはメンバー上だからあれだ、言っちゃいけないんだね。花見さん情報ね、目撃したよっていうのもね、いろんなのあるけど、結局フックでデータに関して言えば値上げしたでしょ、結局。だからやっぱり極悪だよね。でおじいもさ、ソフトバンクのやつを毎月2000いくら払ってるのもね、2700円ぐらい払ってるのももったいないから、電話専用だったら、ポポがね、安いよってことで、かけ放で、普段使わないときは、オフにしといて、使いたいときだけ、電話使いたい放題入れば、こう全く何も使わない時期があるわけだからね。だから着信だけあればいいからさ、それも真剣に考えてたんだよ。おじいにぴったりじゃないって、もったいないよってことで、年間4万円ぐらい払うわけでしょ、ソフトバンクに使ってないのに。もったいないじゃん。でも楽天モバイルの電話がね、通話品質もだんだん良くなってきてるってことだからさ、まあそれでもいいかなって思うんだけどね。でも最近楽天モバイルが全然近物にならないっていう情報もね、いっぱい増えてきてるから、微妙なんだよね。でおじいもポポ 2.0 は本当真剣に考えてたもんで、まあまずちょっとね、皆さんの意見を、横文字さんね、ポポ 2.0 の料金はクレジットカード払いのみで、銀行口座振り替えやデビットカード払いもできません。みんなの銀行が悪いわけではありません、ね。でまたもう一個の横文字さんも、ポポ 2.0 はクレジットカード払いしかできません、ね。で、まあ、表面上というか、このまだポポ 2.0 のことに関して調べても、公式は 1.0 の残像が残ってるのとだけで、で 2.0 の案内があまりにも少ないっていうのと、でそのポポ 2.0 の料金はクレジットカード払いのみでって書いてあるけど、でも基本的にはポポ、ただのポポね、これが 1.0 になるやつ、もう基本的にはクレジットカード払いなんだよ。基本的にはこれずっと最初からおじい言ってるけど、基本的にはこれもちょっと順を追って説明していくけどね。そう、中には王さんがね、まだポポ 2.0 が存在していないのにね、ポポって書いてあるのを 2.0 明記してないから、使えないとか撤回してるんじゃないですかねって、これ下に書いたけど、今日 Google が調子悪いみたいで、あれ消えちゃう現象、またほら、王さんに返信でバーって打ち込んで書いてある。今日本当ね、ほとんど寝てないよ、本当で打ち込んで返したんだけど、でも
KDDI だから何があっても不思議じゃないよってね、汚いやり方しかあって、それに書いてあるけど、くるくるくるってなって、アップロード多分できないんだよ。だ落ちたとこ書き込んでもコメントが傾斜をブロックされたっていう人がね、いると思うけども、ブロックした場合は、なんていうの、自分では見えるから、ね、なくなっちゃった場合はブロックではないっていうね、まあ、それを覚えていけば簡単だよね。それで、ポボなんだけど、例えばポボ 2.0 の1と 2の比較表ね。で、ポボ 2.0 のサービス詳細は受付開始後に別途ホームページにてご案内しますっていうことなんだよね。それで、ここのね、1.0 と 2.0 のこの違いのところを見てみると、もうおじいの一番最初の2個前の動画からも言ってるけど、お支払い方法がクレジットカードね。でどっちもクレジットカードで、もともとクレジットカードなんだよ。でポポは表向きオンライン専用、まあ表向きっていうかフックで使われるけどね、呼び込みにフックに使うためにオンライン専用なのに、なんで窓口で声かけるんだ、おかしいだろうって、上げ足取られるからね、上げ足とは言わないか、指摘されるから、だからサポートもしますよみたいな、ドコモも KDDI もそれねああいうやってるじゃん。でここの米1に書いてあるのは、 au から移行された場合、 au 回線との合算請求、 KDDI まとめて請求が引き継げますよって書いてあるのと、まあちょっと別のページのやつもちょっと参考にさせてもらうけど、今回はおじいがいろんな情報を見てたのがあって、でそのクレジットカードと書いてあっても、デビットカードは使えるよね。まあ使えないもの、なんだっけ、もともとデビットカードの走りみたいな、なんだっけな、通常はコンビニでどのコーナーチャージしてくれってやつがあって、でも電話すればカード発行してくれなかった、おじいずっと持ってたんだよ、それ。知ってる人もいるかもしれないけど。で、カードは、なんかの、インターネットでもなんか使おうかなと思って、もうこのカードはご利用いただけませんってよく跳ねられるんだよ。でもキャッシュとかは、普通に使えるんだよね。で、キャッシュが今まで使えなかったのは 3D セキュアとかね、航空チケットとか、ああいう時に困っただけであって、今は全部対応してるんで、キャッシュはデビットなんだけど、クレジットカードと同じように使うことができるんだよ。だからクレジットカードが使えるとこだったらキャッシュも使えるよ、要はデビットカードも使えるよっていうことなんだけど、今のこの現代のカードの分類として、この名前だけでは分類しきれないものっていうのがあって、でこの AU から移行された人は銀行引き落としもできるとかね、その AU だと、確かこれ王さんだから、ちょっと今新しいコメント来たと思うんだけど、おじいもずっと見てるのが、au の公式ページを見ると、au の措置はちゃんとできるんだよ。でも、ポポ 2.0 ではそれができなくなりますよっていうね、完全に引き離すっていう。でも、もともとのやつが、ベースが、要はクレジットカードなわけであって、で、こっちもクレジットカードで、ただ、今までの口座引き落としたとか、いろんなね、そういう、 裏技みたいなのがあって、それができなくなりますよっていうだけであって、基本はクレジットカード、クレジットカードなんだよ。で、このクレジットカード、クレジットカードなんだけども、なんだっけ、みんなの銀行は、ポポも含むって書いてあるって、もともとクレジットカードしか対応していないポポを含みますって書いてあるの。だから、ポポ、例えば、ここがね、ポポが、
なんだっけ、クレジットカードと、なんだっけ、デビットカードとかね、こうやって書いてあって、ここになくなったんだったら、認定例は対応したくなったんだけど、それ時代に逆行するようなことがあるのかなっていう、もともとクレジットカードというところにデビットカードが含めましょうっていうのが、KDDI、AU の中に明記してあるよね、書いてあるよね。だからそれで使えたんだけど、別に裏場所でも何でもないんだよね。でも表はクレジットカードが必要でしょってなってるんだよ。で、例えばネット上とか店舗とかで、違いがある場合もあるんだけど、でもこれはオンライン専用なんだよ、これがね。で、この携帯ウォッシャーのこれね、ポボイテレオ奇跡症で 2.0 との違いはっていうところがあって、この違いはっていうところね。で、ここではね、このお支払い方法ね、クレジットカード、クレジットカード 1.0 と 2.0 au からの移行では KDDI まとめて請求なども引き継ぎ可能でしょうっていうね、そういうのができることこっちはできませんよってなってるんだよね。でもこの au からの1回だから、その銀行引き落としたとかね、デビットとか使いたい方は1回 au に入ってから、そこから引き継ぐことによってっていう裏技みたいなのがあるよっていうのがあるけど、でもそれはあくまでも裏技は裏技なわけであって、クレジットカード払いっていうベースがあるわけだよ。で、みんなの銀行がその旧型の裏技の扱いをベースに含みましたってやるのかなっていうね。普通企業としてそれはしないでしょう。そうでしょ、裏技に対しての対応なんて書かないでしょ。それかよっぽどなんかこう注意書き書くとかね、この場合どうですかとか、あ、米印なんかで書くけど、普通にポポ含むって書いてあるんだよ。だからポポ含むイコールクレジットカード、クレジットカードなんで、どっちも同じなんだよ。で、これね、これも出てくる。ポポ 2.0 プラン料金の支払いにデビットカードは使えますか？ 2.0 だよ。で、これキャッシュのあれだから、ほら、どこ拾ってるか分かんないから、このリンクが登録してないから見れないんだけど、2日前だよね。ご利用いただくことは可能ですが、デビットカードで自動引き落としはお使いいただけませんので、設定をオフにして、いただくようお願いいたしまして。だこれが文章がどこの文章か分かんないけど、そのページがおじいの場合見れないんで、登録してないから。だから、でも、タイトルから言うと、ポポ 2.0 プラン料金の支払いにデビットカードは使えますかってことで、自動引き落としはお使いいただけませんけど、でもご利用いただくことは可能ですよっていう。だレンタル Wi-Fi とかあれもそうじゃん。クレジットカードのみでしてデビット、ね、使えませんと表で言ってても実際は使えるんだよっていうね。表向きとね、あるけれどもさ。で、au のところを見てみると、料金の支払いにデビットカードは利用できますかって書いてあると、はい、ビザデビットカード、JCB デビットカード、JCB プリペイドカードがお支払いにご利用いただけますっていうね、この AU とかね、KDI、このトップのところに、自分たちのサービスはデビットカードも使えますよっていう、これをベースとして運営してるわけなんだよ、ベースとして。だから、この料金の支払いにデビットカードは利用できますかってね。で、このみんなの銀行は JCB デビットカードになります。でも、このプランのね、これは一応表向きはクレジットカードって、だクレジットじゃないじゃないかってこう上げ足取る人がいるんだけど、いろんな契約において。でも、おじいはずっとキャッシュのね、ビザずっと使ってきたわけだしね、クレジットじゃないじゃん。ね。でもクレジットカードが使えるところだったらそのデビットが使えるっていうね、デビットを含むね。で、このポポの場合はいろいろ見てもこれまだポポ 1.0 オンラインショップ、まだこれはあの後からなんだよね。これね、従来はポポで、ポポ 2.0 がスタートと同時にポポがポポ 1.0 に名称が変わるから、これ名称が変わった後のオンラインショップのご利用なんだよね。で、このとこ見るとクレジットカードっていうところを見ると、あくまでもこれ 1.0 なんだけど、ね、ご利用可能カードはビザ、マスター、JCB、アメリカンエキスプレス、プレペイド方式のクレジットカードにつきましては、本人認証サービス、3D セキュアに対応したカードのみご利用いただけますということでね。
で、この 3D セキュアというと、デビットカードのキャッシュの年間900円のやつが 3D セキュアに対応しています。で、300円と無料のやつは対応してません。これね。だからね、その 3D セキュアに対応したカード、いや、クレジットでなくても OK だよねっていうね、そういうのがある。ただ表現がクレジットってこうなってるから頭が固いとクレジットっていうねなると思うんだよ。でもこれね、現実問題として使えるのか使えないのかというと、ポポは使えていたってことでしょ、使いましょうっていう。で、おじが言ってるこのキャッシュもね、本人認証サービス 3D セキュアに対応しました。これ随分前にもう対応してるんだけど、キャッシュはクレジットカードではありません。クレジットカードではないんだけども、ビザが使える加盟店では、もう全部使えるっていうね、本当。そうなんだよ。前は航空チケット取るとか、CD セキュアが必要だね。あと、ガソリンスタンドとか、省エネでは使えませんとかね、最初の頃はそうだったんだけど、で、お手続きに必要な3点というのがあって、クレジットカード情報というのがあってね、ご利用いただけるクレジットカードはこちらっていうね、で、ここのところを見てみると、ビザ、マスター、JCB、アメリカンエキスプレスっていう、これだけなんだよ。ご利用いただけるクレジットカードっていう中に、こんだけなんだよ。ね、それ以外の米印がね、ないんだよね。で、こうなっちゃって、細かいのがね、よくわからん、ね。で、いろんなさっきググって出てきたところも言うと、ちょっとこれ一部ね、ちょっと利用させてもらうけど、スーチャーモバイル比較さん、ね、1.0 と 2.0 とあるので、で、おじが言ってた内容っていうのは、おじが見てたソースっていうのもね、この9のやつだと、これなんだね、なるほど、つまりクレジットカードを持っていないと、ポブは契約できないよ。これ 1.0 だよ。ね。例外としてクレジットを持っていなくても契約できる方法があるんだよ。だから、おじいがさっき言ってるように、KDDI の、KDDI の、ポポのページのところに、支払いはクレジットカード。クレジットカードって、1.0 も 2.0 も両方ともクレジットカード。だクレジットカードが持ってないと、ポポは契約できないのねって書いてあるの。だ 1.0 はできるけど、2.0 はダメなんだよって教えてくれてるけど、もともとどっちもクレジットカード持ってなきゃダメっていう、クレジットカードっていう単語がベースになってるんだよ。それで、このしみちゃんモバイルさんね、でも au ユーザーのみ支払い方法をポポにそのまま移行できるって書いてあるから、ビザデビット JCB デビット JCB プリペイドカードね、支払い方法は au からポポへ引き付ける関係上、上記の店もポポへ引き付ける考えられますよということで、ね、まあ、ちょっとした裏技だよねみたいな、こういうのがあるけど、じゃあそのみんなの銀行がちょっとした裏技を対象にポポ含むって書いてあるのかっていう、でよっぽどマニアックなことまで細かくしてないとポポ含むって書けないでしょ。だってベースはクレジットカードなんだから。だってみんなの銀行自体がデビットカードとして出してるわけで、クレジットカードではないっていうことをね、ちゃんと書いてあるわけでしょ、ね、クレジットカードではないみんなの銀行本人がポポ含むって書いてあって、そのポポ含むに関して裏技が対象なんだったら、もう網羅してるってことじゃん。そうでしょ。で、こちらがね、このスーチャーモバイルさん、比較さんね、そうやって書いたんじゃんっていうと、また勘違いしてる方もいるかもしれないけど、それは2.0 で検索しても出てくるキャッシュであって、最新のやつはポポ 2.0 は支払いカードがクレジットカードのみで、こうやって書かれてます。これがスーチャーモバイルさんのところに書いてある、ポポ 2.0 は支払い方がクレジットカードのみ。だからここのやつは、これはあくまでもポポ 1.0、 これからね、今まではポポの内容であって、これができたんだけれども、それがほらおまとめ払いとかもできませんよってなったよっていう、ここのところをブロックする形になってるから、だから 2.0 の方では支払いがクレジットカードのみになってましょうっていう、こういう情報の新しい情報がちゃんとあります。これね、当初のポポは口座振替でも契約できましたが、ポポ 2.0 では支払い方法として対応するのがクレジットカードのみになりましたっていうことなんだよね。で、このクレジットカードのみになりましたっていうことは、じゃあキャッシュも使えなくなっちゃうねっていうことなんだよね。そういうことでしょ。
で元気なおじいが、クレジットカードブラックな方でも持てるビザカードっつって、キャッシュを紹介したら、クレジットじゃないだなんかバカ野郎ね、詐欺やって金踏んだくって自己破産して儲けようと思ったのにできないじゃないかバカ野郎みたいなね、そういうコメントですごい罵られたんだよおじいね。踏み倒しできないじゃないかっつって、犯罪予備軍の人からすごい叩かれたんだよ。これはクレジットじゃないっつって、都合のいい時都合の悪い時でね、その扱いのおじいもどっちにしても罵られるんだよ。クレジットカードじゃないって罵られたり、クレジットに使えるじゃないかって言われて、ほんとね、おじいどっちで紹介しても叩かれるんだよ。嫌になっちゃうこれで。都合のいい時はキャッシュをクレジットじゃないって言われるんだけど、でも実際に今までモナワイパーにしてもトラちゃんにしてもね、あれもそうだよね、ハッピーワイファイとかもそうだよね、デビット使えるよね、ちゃんと普通にも。で日本の AUKDDI のトップにクレジットカードはこれも含めますよってこう書いてあるのが、これが会社としてのベースなんだよ。でポポ 2.0 は特別扱いで、じゃあそれを曲げてやってくるのかなっていう、お客さんをどんどん締め出すっていうことはフック利用なわけでしょ結局。でさっきね、さっきの出てきたこのリンクのとこなんだけど、この内容を見たいんだけど、このご利用いただくことは可能ですかって、このポポ 2.0 プラン料金の支払いにデビットカードは使えますかで、ご利用いただくことは可能ですが、デビットカードで自動引き落としは使いいただけませんっていう、ここを見たいんだけど、こうなっちゃうんだよ。これね。なので、登録しないと見れないのかなっていうね、ちょっと内容見れないんだよ、このリンク先が。そんなわけでね、おじいも本当寝不足でね、もう4時間しか仮眠してないんだけど、もう本当ね、6時ちょっと過ぎからずっと目を皿のようにしてググりまくってずっと見てたけど、本当にその今までの、移行をまとめもできませんよって書いてあるじゃん結局。どこだっけこれね、これね、この一定例に関しては AU から移行された場合 AU 回線との合算請求現金まとめ請求を引き継ぎますよということで、 AUKDDI の基本はデビットが使えますよっていうのが基本になっているので、裏技じゃないけどもそういうやり方ができますよってちゃんとオフィシャルでこう書いてあるんだよね。でもこっち側は米1がないね。これ書き方なんだけど、 2.0 はできませんって書くのとこっち側はできますって書くので、ポジティブ変化なんだねこれね結局。で KDDI のほらおじいが大嫌いなところはさ、ね、ね、国が料金を決めるんじゃない、我々が決めるんだっつってね、あんだけ叩かれたけど、すごいやり方がね、ワンマンというか高飛車というか、やり方がえげつないんだよね。だおじい嫌いなんだよ昔から。だおじい KDDI の回線だけはね、本当AU はやらない、使わないっていうね、好きじゃない、どうもなんかこう肌が合わないっていうかね、そういうのがあるんだけど、それずっと昔から言ってるけど、そういうところなんだよね。で本当ね、ポポ 2.0 はクレジットカード払いしかできませんって、でもそのさっき言ったように、もともとクレジット払いしかできないんだよ。もともとクレジット払いしかできないっていうのと AUKDDI の
基本のところだよね。ここ教えとったかね、クレジットカードって書いてあるけど、あのなんだっけ、含みましゅうっていうのがあるんだよ。見てこう、あのちょっとおじいもそこ縮小してなかったけども、含みますよってあるんだよ、デビットとか。でどっちにしても表を見ると 2.0 はクレジットカード払いしか今なくて、表向きは 1.0 も 2.0 もクレジットカード払いになってるんだよ。だからデビットが使えないんだよ。でもデビットであるじゃキャッシュが使えなくなっちゃうのかってことなんだよね、今度はね。だおじいもね、あの900円のあのキャッシュね、あれずっと使い続けていたらおじい試すことできたけどね、あのカードを入力してファイナルアンサーまでカード情報を入力して、あの使えなかったらエラーが出てくるわけで、申し込みファイナルアンサーしなくてもあの途中まで進めることはできるよね、あの次に行けるかどうかぐらいはね。でキャッシュのあのデビット番号でクレジットじゃないけども進めるのかどうかも試すことができるんだよ。でほぼ 2.0 の料金はクレジットカード払いのみで、銀行口座振替やデビットカード払いもできません。みんなの銀行が悪いわけではありませんってね、こういうのもあるけど、おじいはそう思わない。なんでかっていうと、今言ったようにオフィシャルの発表でもともと最初からクレジットカードって書いてあるの。でもクレジット、このクレジットカードを定義としてデビットも含むっていうね、そういうこの会社のところの説明に書いてあるんだよ。だプランの説明じゃなくて au とか KDDI のあの大元のところを見るとね、書いてあるんだよ。でもともとクレジットカードってどっちもクレジットカードの申し込みで書いてあるのに、あのみんなの銀行がそのポポ含むって書いてあるっていうのは、自分たちのはデビットカードだっていう認識でやってるはずなのに、クレジットカードっていうところにポポ含むって書いてあるっていうのは、いかがなものかなっていう、裏技を対象にして言ってるのかなっていうね。そうするとこのみんなの銀行が悪いわけではありませんって書いてあるけど、裏技に対して書いてあったんだったらどうなのね。じゃあみんなの銀行のそのページ作ってる人はチャネラーかよっつって本当掲示板ベターと貼り付いて、使えるなんつってね、じゃあこれ使えるからあのこれ対応なんだとかってね、ご利用いただきまして書いてこうなってね、チャネラーかよって思っちゃうじゃん、違う普通企業としてまともな企業だったら公式発表に書いてあるオフィシャルなベースを基準に使える使えないって書くわけなんだよ。違う？昭和世代の常識ではそうなんだよ。平成令和ではね、もう常識が変わってると思うけど、昭和ベースで言うとそうなんだよ。違う？それともみんなの銀行はオフィシャルでね、静寂しっしってやってるの？ポポ含む、どうすんのってね、一回家で裏技使うんだよ、そんなの知らないの、静寂めって。
そんな感じなの、みんなの銀行って。だったら最悪じゃん。おじいから見たらみんなの銀行悪いと思うよ。きちんと説明したい、定義を説明したい、みんなの銀行悪いと思うよ。みんなの銀行が悪いわけではありませんっていう、これはポジティブ変換だと思うよ。ポジティブ変換でみんなの銀行が悪いわけではありませんって書いてあるけど、これを元の言葉に戻すと、ね、KDDI、AU が極悪ってことなんだよ。そうでしょ？みんなの銀行が悪いわけではありません。じゃあどこが悪いの？ KDDI、AU が極悪。だからこれはポジティブ変換だよね。さっきの言い方のいい方、綺麗な方を選ぶと、みんなの銀行が悪いわけではありませんなんだよ。これね。だからクレジットカード払いのみでって、ね、だから銀行口座デビットも支払いもできませんって、フォロー、ね、優しいけど、もともとクレジットカード払いでスタートしてるんだから、ベースがもともとで、おそらくクレジットカード払いしかできないはずなのに、キャッシュだって使えていたんじゃないの、違うのかな、分かんないけど、おじいの目にはどう考えても、これクレジットカードって、クレジットカードって目から、クレジットカード支払い方法はクレジットカードを使ってくださいって書いてあるんだよ。 1.0 も 2.0 も、これが基準とかベースっていうか、ここを中心にお話を進んでいかないとおかしなことなんだよ。だからここを中心に進んでいくものにクレジットカードに書いてあって、みんなの銀行がポポ含むって書いてあるわけだから、みんなの銀行悪いでしょ、その書き方が。自分のところはデビットカードなんだから。じゃあなんでっていうと、このクレジットカードの定義っていうのをちょっと教え、一回ググって出てくるかな、ね、メインの方では出てくるけどね、KDDI、含みますで、デビットカード、これで出てくるかな、こんな感じかな、AU オフィシャルね、 AU のこれ今オフィシャルページです。ご利用いただけるクレジットカード、クレジットカードの定義だね。ご利用いただけるクレジットカードで、ここのページには書いてないな。あ、これか。ビザデビットカード、GCB デビットカード、GCB プリペイドカードお支払いのお客様へ、ね、ご請求情報の開示前にお客様ここで引き落とされる場合がありますよということで、通常だと、なんだっけ、昨日のみんなの銀行の方の説明にも書いてあったのが、ここをベースにしてると思うんだけど、みんなの銀行、ほら、引き落としが、しか場合があるって書いてあるのは、これなんだよ。通常、通信会社からの請求の要は書類というか、この引き落としですよっていうのがあって、クレジットカードの場合はクレジットカード会社に送られてから、それを処理して指定の引き落とし日にっていうのがあるわけじゃん。でもこれデビットカードとかプリペの場合は口座直結してるので、そのクレジットではないから、貯めて払いではなくて、請求が来た段階で、請求が来ると同時にポロンって落とされるやつだから、即時決済ってやつだから、これとは違いますよ。だから本当はこのウェブで請求どの子のお客様どの子のって、こういうのがなっちゃいますよっていうのが、従来の基本ベースとしてあるんだよね。この基本ベースとして、だからこの基本ベースとして、JCB デビットカードに該当するみんなの銀行は、こういう落とし場合に実際のあれとは違う場合がありますよっていうのが一応書いてあったんだよね。
で、クレジットカードでの お客様へということで、これまだクレジットカードと書いてあってもデビットが使いましょうってのがあって、もっとね明確なやつがねどっかにあったんだよな。うん、この A とかね、料金の支払いにデビットカードは利用できますか、はい、ビザデビットカード、JCB デビットカード、JCB プリペイドカードがお支払いにご利用いただきまーすってね、この AU の母体のところに書いてあるんだよ。だからプランごとの、このプランはこれに使いますか、このプランはこれに使いますか、このプランはこれに使いますかってね、ポポ行ってて分かる使いますか、ポポ行ったら使いますかじゃなくて、もうこの 大元のところにこの KDDI と AU は支払いにクレジットカードと書いてあって、もうクレジットカード含むデビットこれが含みますよっていうね、まあ、もっと明確に書いてあったところがあったと思うんだけど、でこの引き落としたのだ、これがみんなの銀行にも書かれてるっていうね、うん、こっちの AU の方のこれの方にもこう書いてあるけど、いろんなところ見るとね書いてあるんだけど、クレジットカードはこれを含みますっていうのがね、どっかのページにもあるんで、もっと分かりやすいのが今探し出せないけども、だからこの AU のクレジットカードとは、クレジットカードはデビットを含むっていうのがね、定義されてるので母体のところで、だからみんなの銀行はそれをベースにして、うちのはデビットだけどもこれに従って使いますよっていうね、ダポも含むっていう、そうやって書いてあると思うんだよこれがね。でどちらの表現も要はクレジットカードっていうね、ここの表現になるわけなんでね、ただその裏技でこれができるこれができるを持って、その裏技でやってるんだったらね、みんなの銀行悪い、ね、でも裏技でも何でもないでしょ、要はその企業としてのね KDDI や AU の母体のところでちゃんとしっかり定義されてるわけだから、そうすると今度ポポ 2.0 だけが特別に使えない蹴るっていうことになった場合、その支払い決済としてそこだけ逆に跳ねるってことになるんだよね。だから判別キャッシュとかも使えないように判別するってことになるんだよ、要はデビットは使えないっていう、その仕組みをちゃんと作るのかな、どうなのかなと思って、本当に普通にビザ JCB とかね、カードとして使えてたものがポポ 2.0 だけは使えないっていう、このいろんなものが使えるようになってきてる時代に対して逆行して閉鎖するのかなって考えると、企業として普通それやらないよねって思うんだよ。でそれをやってくるとしたら、ただの囲い込みっていうか、あれを使いよう、これを使いよう、だからこれはダメでしょ、だからこっちのプランに入りなさいよって高い方のやつにやる、要は結局フック専用プランになっちゃう。だから24時間使い放題も220円から330円に値上げしたでしょ、要は実際にみんなが使うものを値段を上げてるわけだ、実質値上げなんだよこれね。だね、その KDDI のやり方って汚いんだよ本当に、他と比べて、まあ他がねやり方が綺麗じゃないよ、ソフトバンクもドコモも汚いよやり方は、でもその汚い中の一番汚いというか、悪の中の極悪っていうのだ、レベルが違うんだよ本当、元締め、悪の元締めみたいな感じにおじいは見えるんだよ本当。だってあなたの署名からインタビューで国で喧嘩を売るところだからね本当。結局国が金額を決めるわけじゃないんですよね、さんざん叩かれてるんだよね、金額を決めるのは我々だってね、一言あれ面白かったね本当ね。だからね、そんなこと書いてもね、フックに言ってればもうデビット使わないで、ね、国が決めても我々だ、ね、判断するのは有罪じゃないって、ね、そんな感じになるわけでしょ結局。だからね、みんなの銀行が悪いわけではないってね、
書いてるけど、いやいや、みんなの銀行悪いと思うよ。悪いよ。だって、みんなの銀行は、だってまだ、今日もスタートしてないし、だって、9月30日だから、あさってからじゃん。2日後からじゃん。正式スタートする、ね、対象になる10月1日から31日までやって、まだスタートする2日前で、その頃にはポボはないわけだし、ポボ1点ではない、過去形の話なんだよ。その過去形の、そのキャンペーンがスタートした時には、もうお客様が入ることができないものを含めますよっていうアピールしてるんだよ。わかる？例えば、今こんなサービスが、ね、元気なおじいが、あ、じゃあ元気なおじいのチャンネルのね、スペシャルな、ね、サービスを紹介しましょう。ね、で、先月までに、ね、元気なおじいの動画を見て、ね、キャッシュの900円プラン入った方、ね、この方は、あ、こんな特典がありますよって言って、って言ったら、それがあるんだったらもっと早く言ってよ、申し込んだのに、とか、今持ってないよ、これから入る、ダメなの、もうダメなのってなるじゃん。そんなキャンペーンってある？今まで、この歴史の中で。ある？スタートした時には、もう、ブッブーってやつ、これ入ってた人、ね、これからの人ダメ、ブッブーってね、そんなキャンペーンあった？どう考えたっておかしいんだよ。そのキャンペーンが始まるのに、ポポ含みますよって書いてあるのに、スタートして蓋を開けてみたら、その時に存在するポポは対象外っておかしいじゃん。でもそれをみんなの銀行が悪いわけでは、みんなの銀行悪いに決まってんじゃん。だって発表してるんだもん、公式で発表してるんだもん、ポポ含むって。だってポポ含むしたら、だってポポ言ってね、似てるもかけてない、だってポポはポポじゃん。違う？ポポはポポじゃん。だってどう考えたってね、ゲームの動作確認じゃあるまいし、ね、このゲームは Windows で遊びますって。わー、Windows だーってね。じゃあ遊ぼうってね。あれ、おかしいな。僕の Windows 9号で動かない。でね。Windows 10じゃないと動かないよ。そんな Windows なのにーってね。そういうわけじゃないんだから。ね。本当おかしいでしょう。だからみんなの銀行が悪いわけではありませんって言うけども、いや、みんなの銀行悪いと思う。十分悪いと思う。で、こういう問題は即座にスピーディーにパンって表に買ってかない。だってさ、みんなの銀行悪いに決まってんじゃん。極悪に決まってんじゃん。だって。ツイッターで、お、何これ これ違うの、なんか変なとこ来た、なんか怖いな。ちょっと待って、じゃあみんなの銀行行こうか。じゃあみんなの銀行、ちょっと待って、よいしょ、もう余分なものが出てきて見えないよ。ほんと Windows 10って使いにくいな、ほんと。それで、このキャンペーンのところを1回見て、で、確かここのところに、ツイッターのリンクがあったんだよな。これね。これ。ここで発表しますよって書いてあったから、これをクリックすればいけるかな。あ、いけなかった。おかしいな。Windows 7だとクリックするとそのツイッターにジャンプできたんだけど、 Windows 10だといけないんだね。あれ？
こっちか、これか、これだね。それで昨日のこれだよね。でこれの記事のところのこれね、ね、9月27日にね、Y モバイルは対象外でしょうかって、対象のところに Y モバイルって書いてないんだよね。あの通信会社、要は対応の通信会社のところにソフトバンクで LINE を含む、ね、で、ドコモ、アハモ含む、でソフトバンク LINE も含む、であと UQ モバイルって書いてあったね、 OG の曲に間違いがなければ。でそこに Y モバイルの単語はなかった、対象ですよっていうところに Y モバイルの単語がなかった、だから Y モバイルは対象外ですかね、実数ソフトバンクなのにっていう。でも一応違うんだよ、 Y モバイルは Y モバイルなんだよ。だからでみんなの銀行の公式が申し訳ありません、Y モバイルは対象外です、キャンペーン対象キャリアについてのご案内ってリンクがあるよね。こうやって13時間前に個別に対応してるの、これね。ドコモね、アハも含む、 au ポボ含む、ショートバンク LINE も含む、 UQ モバイルの毎月の携帯料金が対象になりましたよね。これがだから対象、対象はこれですよって書いてあるから、書いてないものは対象外ですよっていうのがベースになるんだよ。こう解釈するんだね、当たり前なんだねこれね。で、そういう疑問が、ね、出てくるわけだし、でそれを想定しないのもおかしいんだよ、みんなの銀行が。みんなの銀行がそれを想定しないで、発表するのもおかしいし、であってそういう情報あって、ネット見れば絶対に分かるんだから、そしたら公式ですぐにツイッターでね、発表しますとかいろいろあるんだから、こっちの方で先にバッてもう瞬間的に書き換えをして、それから公式の方は多分正式書き換え時間かかるだろうから、だからまずはこっちの方でバッてね、大変申し訳ございませんが、ポポ 2.0 はご利用いただけませんとかね、そうやって発表するべきじゃん。これは企業として責任があるってことなんだよ。だからおじいの考えでは、企業だからね、企業の公式発表の内容なんで、みんなの銀行が悪いわけで、いや悪いと思うよ、悪いんです。で、もっと悪いのは極悪なのが AUKDDI です。だってさっきも見せたように、企業としてのベースをぶち壊すことをするんだったら悪いに決まってんじゃん、それまでの常識を覆すんだから、自社のルールを変更するわけだから、ポポだけ違う。これをおじいがひねくれてるとかさ、おじいがおかしいなとかって言える？これが今の時代には通用しないかもしれないけど、昭和世代の常識ってやつなんだよ。常識は時代とともにどんどん変化するからね。だからみんなの銀行を作ってるこの更新してるスタッフとかも、チャゲラーなんだろうね、きっとね、本当だと思うよ、世代がもうそうなんだと思うよ、うん。でなければこういう初歩的なことだよ、まずは。だって元気なおじいが普通にパッと真っ先に目が行くところだし、で普通に公式の内容を見て純粋にこう受け取ったっていう、だっておじいがひねくれて受け取ったわけではなくて、表のページを公式の内容を見てそう解釈した、理解したんだよ。じゃあおじいが、じゃあこの国民で唯一一人だけがそう判断したってことなの？おじいおかしいよってなんの？じゃあおじい以外の人は
じゃあ、おじいみたいな考え方なかったの？じゃあ。みんなちゃんと知っていたの？じゃあみんなちゃんと知っていて、こういう認識があるんだったら、なおさらみんなの銀行悪いに決まってんじゃん。あれ発表したのいつよ？まだ1日2日しか経ってないでしょ？皆さんが、ね、ポポ 2.0 はこういう状態なんですよっていうのをもともとその発表よりも前に知っていたんだよ。そういう認識でいたんだよ。わかる？それでいてみんなの銀行が1日2日前にこのプランであの条件でポポ利用可能で発表してるんだよ。みんなの銀行が悪いわけではありませんなんてこんなの通るわけないじゃん。悪いに決まってんじゃん。悪いよ。みんなの銀行悪だよ。一般のユーザーが得てる情報をなんで企業がね、もっと先回りにするのが当たり前だろう。違うの？今、この令和の時代は違うの？ねえ。言われないと動かないの？やっぱり。言われたことしか、他のことは余分なことはしないの？規定化して一応調べようとかどうなんだろうとかってやらないの？私はその命令は聞いておりません。言われたのは、ああ、こういうことをやるって言われたから、このページを作った場合です。って。しゃべればな。なんでこれこれ、ね、いやー、だってなんかこうやって2チャンネルに書いてあるから、うん、叱ると思って、って言って、どういうのか、叱る、これ、どういうのか、だってキャッシュも叱るってあるし、みたいな。だってこの公式でこうやって叱って書いてあったから分かんなかったよ。どういうのか、どういうのか、僕で、だって私はそこまで言われておりません、とかね。こんな、企業の中であるのおかしいでしょ、だって。だから、おじいとしては、みんなの銀行は悪いです。悪いです。みんなの銀行が悪いわけではありませんって、おじいはもうそんな考えはみじもないよ。悪いに決まってんじゃん。企業として。責任を果たせってことなんだよ。ね。どこだっけ？潰れちゃったとこ。パソコン、一桁間違えて出して、で、取り消しもできるのに、ちゃんと企業の信用を守るためにね、丸紅だっか、なんだっけで本当にその値段で売ったっていうものすごい莫大な大赤字のやつがあったけど、ね、それぐらいの精神を持ってやれよって思うよね。本当そんなわけでね、まあクレジットカード払いしかできませんというのはポポ 1.0 も 2.0 も記載内容は同じですね。お支払い方法クレジットカードってなってるわけだから、ね、でその裏技を使えれば口座引き落としとかね、他のものも使えるよっていうのはでそれはあくまでも全員がそれできるわけではなくて一回 AU に入らなければそれをすることができないっていうね、技だってそれを基準にするものではないっていうね、そういうことなんだよね。ただどんな人でもみんながみんなちゃんと使えるベースとしてそれを基準としてサービスをやらないとおかしい。例外は例外なんだよ。あくまでも例外の方が米印のほど例外なわけであってベースとして書いてあるものは例外であってはならないベースだからとおじいは考えるよ、うん、おじいがみんなの銀行のこの広報担当だったらね、そんなミスはしないし、おじいがもし上司だったら何やってんのって言うよ、うん、おじいがみんなの銀行だったら責任感じるよ。いやうちが悪いわけじゃないよ、いや KDDI さんが悪いんですよって、そうなんの？企業としてそれやんないでしょ。おかしいでしょ、どう考えたって。で優しいよ、優しすぎる、優しすぎるからそこを突き込まれていろんな詐欺にだからこうやってみんなの銀行が悪いわけではありませんって書いてる人は
絶対に、誰かちょっと助けてとか、お金貸してって言ったら、お金貸しちゃうでしょう。ね、帰ってこなかったって、そうじゃない?なんとなく。ね、だから、つけ込まれるでしょう。優しいもんだって。おじいもすごい静岡県民だから、ね、困ってる人を助けてくださいって言われたら、助けて、リンゴ騙されて買ったけど、ね、ほんと、羽の募金だってな、もう自分が行きたいルートに何かしらあったら全部汚いでしょ、子供使うから。大人だったら仕方できるのに、子供使って道の間でお願いしますなんて無視できないでしょ、ね、静岡県民はね、そうなんだよ、ね、ださすがのおじいもね、本当静岡県民お人よしだから、いろんなこと騙されて、やっともう人生あともうちょっとで終わるっていう手前になってやっと気づいたんだよね。とにかく自己防衛だっていうね。なのでね、みんなの銀行が悪いわけで、いいよ、じゃあもうみんなが悪いと思いますよ、ね、絶対に悪い。ただみんなの銀行が企業の責任としては悪いと思う。それでそのみんなの銀行が勘違いしてしまうほど au KDDI のやり方は極悪だってことなんだよ。他社の企業すらも欺くほどの汚ねえやり方をやってるってことなんだよ。だからインターネット上で最先端の情報、アンテナ張り巡らしていろんな情報を見て、ああかなこうかなってやってる人がこういう判断をする人なんだよ。だから昨日も2名様がね、クレジットダメだよってこう、ね、だから4名様が書き込みで書いてきて、おじい、クレジットカード使いたいんだよってこう教えてくれたけど、その人たちはおじいよりももっともっと情報最先端を見てる人なんだから。でも一般の人なんだよ。みんなの銀行の人でもないし、KDDI の人でもないんだよ。一般の人なんだよ。だから企業がだからみんなの銀行の企業がそれじゃダメでしょってことなんだよ。お客さんの方が詳しいよじゃんっていう。ね、だからみんな結構悪いに決まってるんだよ、ほんと。ね、これがおじい世代の常識だと思うけど、違うかな?違うかな?誰かおじい世代の、同じ世代の方、どう?おじいの考えおかしい?昨日の動画もすごい評判あるよ。評価、10% 台、まあ、下手すると1桁台入っちゃうよ。すげえ評価悪いんだよ。3本と。面白い具合に。すげえ反発食らってるんだけど、おじいは負けないよ。うん。だって、普通に純粋な気持ちで見てそう思うんだもん。ねえ。引っ掛けに引っかかったから悪とかね、そう感じないもん。おじいは純粋にそう思ったんだもん。みんなの銀行の中の人と同じに純粋にそう判断しただけだから、うん、どんなに視聴者さんから叩かれようとも、ね、おじいはその公式の内容を見てそう思ってしまったんだから、そういう表現で伝える方が悪いでしょう。ポポが極悪すぎるんでしょう。違う?これね、本当ね、寝不足だよ。本当おじいの健康を害するよ。KDDI、au のせいでおじいの人生に大きな影響を与えるんだよ。で、これで眠れないし、寿命縮まるし、ストレスが溜まって、また病気になる確率も高くなるし、ほんといいことないんだよ。おじいは、もう au のせいで寿命縮んでるんだよ。ね。はい、そんなわけで、ね、他の皆さんもね、もうスナイパーでこれで攻撃してくるんじゃなくて、先生堂々とコメントで反論してきたらどうだ、ね、別に喧嘩するわけでも何でもないんだから、意見交換なんだよ、ね、なんで敵味方で見るんだっていうね。なんかこういう動画見てると自分が責められてるような感じになっちゃうでしょ。なんとか効果っていうのがなんだけど、なんかなんとか効果っていうのがあるらしいよ。なんか主人公になりきるっていう、だみんなの銀行になっちゃうとか、ポポになってる、au の人になった気持ちになって、なんか責められてると自分が責められてる、なんかそれになった気持ちになっちゃうでしょ。別におじや視聴者さん責めてるわけでも何でもないからね、本当ね、うん、逆にかぼう人まで見に来ちゃうからね。
みんなの銀行が悪いわけではありませんって言ってね。本当、英雄ケディティアのこと嫌いになってもみんなの銀行のことは嫌いにならないでくださいって、ね、こんな感じかな、ね、大丈夫だよ、あの、私みんなの銀行は嫌いにならないよ、ね、まあ、どんなことがあってもね、みんなの銀行は嫌いにならないよ。はい、そんなわけで終わりたいと思います。あー、もう寝ようかな、もう眠くてしょうがない、ほんとね、お茶もいっぱい飲んで眠たかったら寝よう。はい、じゃあ、もう終わり、なるもの解散。